おい、何やってんの。いや、ちょっと元気してるかな。うちには来んなって。いや、来てほしくねえだったら連絡ぐらい返せ。もうちょっと忙しくて。いや、いつかも LINE 返せないほど忙しいってなんだそれ。はい、何。観光の餅、おじさんから。いや、今から出勤なんだけど。持ってけばいいじゃん。マジで。うん。今年は帰ったんだ。お前と違って毎年帰ってるよ。お前もたまにやな。あと墓参り。ああ、ありがとう。うん、じゃあな。うん、行く。収納もご覧になられますか。あ、お願いします。あ、結構たくさん。あ、本当ですね。どうでしょう、この地区でこの値段破格だと思いますか。うん、いいんじゃない。キープもまだ出ていません。決めるなら今だと思います。奥様はどうでしょう。そうですね、まだ別のお部屋ございますね。結構みんな迷うんですか。いや、そうなんですよ。ここはね、なかなか気にくい。日当たりですか。え、あ、はい、そうなんですよ。あ、気になりますよね。うん、あのこのお部屋、この時間はちょっと暗いんですけど、お昼過ぎ頃から日差しが差し込むので。そうなんですか。はい、日当たり問題ないと思います。はあ、そうなんだ。なんでわかった。はい、日当たり。ああ、なんか、ま、あの部屋が日当たりいいのは今の時間だけなんだけどな。ですね。あと、それ以外知らないけど。てか、カブトムシゼリー食うやつとかいんの。いや、マジ超うまいから。あんなもんバタートーストにかけて食ってみよ。お前最高だぞ。いやいやお前。いやいや、マジそんなんにあんのね。マジ銀だけだから。銀。ああ、そう。ああ、それがシルバースタイル。超ダサい。じゃがじゃん。食ってみ一回。お前にはそれちょっと騙されたと思った。絶対配信する。絶対配信するよ。早死にしたい。そうも言うけどな。いやだからそれを新沼さんに汲み取ってほしいっすよ。いや、分かるよ、分かるけど。いや、結局佐々木さんもあたり全部決まっていくじゃないですか。いや、本当に使えないのは誰かってことでしょ。いや、分かったから、分かったから一回話聞いてな。だから今回の
い。あ、なんだっけ、早死にのやつだ。ああ、うん、なんだっけ、27歳で死んでいたシリーズ。ああ、27クラブね。発音いいね。ジャニス・ジョプリンでしょ。ジャニー・ジョブライアン・ジョーンズでしょ。ブラジョー。ロバート・ジョンソン。ロバート・ジョーが続くよ。ジョー・石がまた上だよこれ。エイミー・ワインハウス。あ、ジョちゃんかい。ジミ・ヘンドリックス。そこは普通かい。ジム・モリスン。ジム・モリスン。カート・コブラン。カート・コバーンね。うんちくあざすん。だから俺らもなんか成し遂げてもおかしくないってことよ。ビッグになるぞ的なやつだ。それちょっと中二病っぽいじゃん。そういうんじゃなくて、うん、なんかそれぐらいの気概を持ってってこと。わかる？俺たちはのんびり人生を楽しみましょうや。乾杯。うん。だからそれが人事の職務怠慢でしょっつってんすよ。それで評価されてるやつもいいんだって。結局主観じゃないですか。お前が言ってんのも主観だろうが。いや、見る側に何の基準もないんじゃどうすりゃいいんすか。めんどくせえやつだなおめえはよ。下に手柄取らせたくないだけでしょ。は？大丈夫。でも変えてくださいよ新沼さん。お前のそういう態度がやっぱりそういう風に広まってってプロジェクト外す。すいません、お会計お願いします。ちゃんと佐々木のこと見習うべきだと思う。変えてくださいよ。行くか。大切くらいやってんじゃないの。おいおいおい、どうもすいません。何が。二人で泣く、そいつが俺の悪いことすら共感。銀髪だ。聞いてきた。弱、肩弱。肩弱、手きたな。あ、めっちゃ落ち着くわ。確かに。中国式マッサージぐらいはつくな。ちょ、マッサージ苦手なんだよね。なんで。最高じゃん。最高。いや、なんか他人に触られてる感じが。お前そういうとこ損してるよな。たまには大学生みたいなことしてみたいね。何急。うん。いいじゃん。夜、海、ドライブ。いや、大学生とは限んないでしょ。俺は大学生だって。じゃあ1万聞いてこようか。聞いてこようか。おい待てこらおい待てこら
早くしてくださいよ。うるせえよ。早く。歯立てんな。早く。早く。よ。ああもう。おい、お前ら住所教えろ早く。おめえだよ。おめえから住所よ。おら。書いたんだ。品川区。品川区って書いたんだ。品川区。あ？何？東品川。あ、東品川。三の二十。三の。三の二十二だ。はいはいはい。隣の。お前だ。お前。おい、聞いてんのか？住所で住所。書いたんだ住所。おい言えほら早く大田区大森東ちげえぞお前書いてある住所とお前嘘つくなよお前こら引っ越し前お前こいつら殺すぞ嘘つくなぞお前こら意外にしてるよお前行って確かめるから早く住所言えお前嫌です嫌ですはお前ぶっ殺すぞマジで嫌じゃねえんだよ嫌じゃねえんだよ嫌だって何回も言われたんだよ嫌だって住所言えつってんだよ嫌だやだやだお前ほらお前何回も早く住所やだってさうるせえやだお前は誰に喋んだ誰が喋って言ってたんだお前やだ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 うるせえなお前嫌だよ勝手に喋れやだ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 ぶつかれたタケヒコ、タケヒコ、おい！